皆さんおはようございます。試合前の貴重な時間を、作っていただきありがとうございます。高卒で入って、5年半、いろいろありましたが、自分にとってすごいチャンスだと思うので、これをしっかり掴んで頑張ります。パリーグとセリーグでリーグは違いますが、また対戦した時に、僕も成長した姿を見せるように頑張ります。5年半ありがとうございました。ありがとうございます。ジノジの皆さん、スタッフの皆さん、3年半お世話になりました。今回のトレード、僕はすごいポジティブに捉えてるんで、今はすごい、すがすがしい気持ちでもいます。山本は分かりませんが、なので前向きに捉えてるので、皆さんご心配なく頑張っていきます。対戦できる日を楽しみにしています。ありがとうございました。写真撮ってね、写真。いい顔してもらって。いい顔して。すいません、アップ前に集まってます。今回ちょっとトレードになりました。山本の軍事の方からちょっとご挨拶ありますので、よろしくお願いします。練習前の貴重な時間をいただきありがとうございます。ドラゴンズに5年半お世話になりました。これからリーグは違いますけど、結果を出して、しっかり恩返しをして、また交流戦であったり日本シリーズで、再戦できることを楽しみに僕も頑張ります。5年半ありがとうございました。ありがとうございます。3年半ありがとうございました。次は日本シリーズで会うことを楽しみにしています。お世話になりました。ありがとうございました。
ランプトン送ろう。差し入れでプランプトン。まあ、北極さんないからな、スカイプランプトン。いや、もう。一番いい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ピッチドラゴン。食べ、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 なんかいろんなおもちゃが置いてきたんですけど、まあ、ちょっと寂しい思いもありますけど、まあ、あと、はいね、ありがとう、行きます。ありがとうございました。はい、ちょっと重複、取材とかと重複しちゃうかもですけど、はい、あのトレードというところを聞いたときにはどういう思いでしたか？はい、まあもう最初は自分だと思ってなかったのでびっくりしたんですけど、まあファームにいるときだったので、まあすごいチャンスだなっていうのを思って、まあめちゃくちゃワクワクしてるって感じですね。今日あの球場とドームとチームメイトと挨拶ありましたけど、はいはい、どうでしたか？まあ、高卒で入って5年半いたので、まあいろいろ仲いい選手とかも結構いるので、まあその辺は寂しい思いはあったんですけど、まあそれよりもやっぱり新しいところで野球ができるっていうなんかワクワクの方が今はすごい大きいです。あのドラゴンズの YouTube とか動画コンテンツにも、はいはい、結構貢献していただいた、はい、選手の一人だと思うんですけど、はい、どうですか、ファイターズ行ってもそういう、はい、ものへの露出は。まあそうですね、まあ、どんなものがあるかまではちょっと分かんないんですけど、まあドラゴンズの時から応援してくださるファンの方もいるので、まあ自分は頑張っていますよみたいなアピールを、まあ、自分の SNS とかでもできればいいかなと思ってます。あの重複するかもしれないですけど、はい、ドラゴンズファンの皆さんに最後メッセージいただけますか？はいはい、5年半、応援ありがとうございました。球団は変わってしまうんですけど、まあしっかり自分のいいところを出して、まあ、活躍して、まあ、すごい選手になって、まあ、名古屋まで活躍を届けられるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。お疲れ様です。お疲れ様です。メジさんの、はい、トレードということを聞いたときはどう思いましたか？はい、いや寂しさと、ワクワクと、そうですね、いろんな感情が交錯しましたね。はい、あの広報のコメントでは、はい、名古屋という町が好きだという、はい、コメントもありましたけど、はい、名古屋はどういうところでしたか？いや名古屋いい町でしたね、本当に。なんていうかまあ名古屋もともと縁もゆかりもなかったですけど、まあ、皆さん温かく迎えてくれて、でみんながドラゴンズを応援してくださってる街ですし、居心地が最高でしたね。はい、またあの今日球場で、はい、またドームでチームメイトに挨拶しましたけど、はい、どうでしたか？いやめちゃめちゃ寂しかったですね。でも山本はあのすっごいみんなと会って号泣してたんですけどなんか軍事全然泣いてないぞみたいなむしろなんか晴れ晴れとした顔してるみたいな感じなんですけど、まあ、もちろん僕もはい涙をこらえながら、はい、挨拶をしました。はい、またこうなんかこう席別のメッセージだったり、はい、送られたりしてる姿も見てましたけど。まあそうですね、まあ、みんななんていうんですかね、大チャンスだと、いうことを言ってくださるんで、まあ、僕もそう思いますし、はいはい、新天地で頑張っていきます。ではドラゴンズファンの皆さんに最後メッセージいただけますか？はい、そうですね、まあ、まず真面目なメッセージはまあさておき、まあ、もう飽きてると思うんであれなんですけど、岡林というやつがいるんですけど結構寂しがりなんで、僕がいないことによって成績が落ちる可能性があるのでまあ彼にはこれからもドラゴンズを担っていかなければ
ね、行かない選手ですから、あの皆さんで支えてやってあげてください。あの僕がいなくて、あの打率が多分、まあ、2分ぐらいは落ちると思うので、はい、ちょっと守備にも影響が出る可能性があるので、はい、そこら辺は名古屋の皆さんよろしくお願いしますっていうのはさておきまして、あのまあ、あのなかなか結果はドラゴンズでは出せませんでしたが、ファイターズで暴れますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。今日はこれ着てアップ出ようと思います。はい、他にすることないんで。取りました。